はい、こんにちは。発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。この動画では発酵食などの食に関する知識や、シンプルで快適なライフスタイルを実現する方法などについてお伝えしております。で、今回はですね、この間から、続きでやっています納豆のお話についてですね、やっていきたいと思います。で、納豆の、成分ですね、納豆にはいろんな栄養価が、あってですね、いろんな成分が含まれているんですけれども、その中でも重要なもの、特に、お伝えしておきたいものをピックアップしてお話ししております。で、今回はですね、このポリアミン酸という成分ですね、これについてお話ししていこうと思います。そんなにですね、詳しく、説明するほどでもないんですけれども、このポリアミン酸っていう成分が、何かと言いますとですね、人間にとってどういう効果をもたらしてくれるのかと言いますと、簡単に言うとですね、お肌の細胞分裂、これに深く関わってくる成分なんですね。なので、このポリアミン酸という成分をですね、しっかりと摂取して、体にそのポリアミン酸がある状態になっているとですね、この肌がこう新陳代謝をして生まれ変わる、再生される、ということが、スムーズに行われるということになります。いわゆるこのターンオーバーというものですよね。ターンオーバーってよく聞くと思うんですけれども、皮膚って結構早いペースで入れ替わっていくわけなんですけども、その、古い皮膚がこう剥がれ落ちて、新しい皮膚、その下に、作られている新しい皮膚が、出てくるというのを、繰り返して人間の肌ってどんどん再生されていってるわけなんですけれども、そのターンオーバーの周期がですね、どれぐらいの周期でお肌って入れ替わるのかっていうと、だいたい28日周期で入れ替わるのが正常だと言われています。だけれども、やはりですね、年齢を重ねたりとか、何かこうストレスがあったりとかですね、いろんな要因でそのターンオーバーの周期っていうのは乱れてくるんですよね。刺激を、例えば日焼けを一気にしちゃったとか、そういうので勝手に皮がむけてしまうって、早くこうむけてしまうっていう場合もありますし、やっぱり気をつけたいのは、もうターンオーバーが遅くなってしまう、周期が遅くなってしまうっていうところですよね。遅くなるっていうのは、特に何もしていなくてもですね、自動的にだんだん年を取っていくと、その周期が遅くなってしまうっていうことがあるので、やっぱりこの古い角質がついたままになっていると、それがくすみとか、そういった原因になりますよね。ちょっと色がくすんで見える。なんでくすんで見えるかっていうと、その古い、もう剥がれ落ちてもいいような皮がまだついたままになっているから、ちょっと暗い感じにくすんで見えるということもありますので、やはりですね、こう若々しい肌を保とうと思ったら、こう正常な周期でターンオーバーを行っていくっていうことが重要になっていきます。なので、ターンオーバーを促してくれる成分であるポリアミン酸が入っている納豆っていう食べ物は、イコールこう美白、美肌ですね。美肌に効果があるということになります。はい。すごいですよね。なんかこう納豆ってすごい体にいいっていうのは、皆さんご存知だと思うんですけど、まさか納豆を食べて美肌にそんなに効果があるような成分があるっていうのはあまり知られてないかもしれないので、お伝えしようと思うんですけども、これ前回やったですね、レシチンという成分も美肌に効果がありますよというふうにお話ししたので、それプラスですね、その前の回でもイソフラボンアグリコンについてお話ししましたが、イソフラボンアグリコンなんかも結果的に、そのホルモンバランスが整って、結果的に美肌にもつながっていくということがありますので、納豆って実は美肌にすごくいい食べ物なんですよね。なので、お肌をこう綺麗にしていきたいって思ったら、納豆を食べるというのも、一つの手かもしれないですね。
で、ここに書いてある、括弧書きしてあるんですが、これ水溶性と書いてあります。これ水溶性ってどういうことかと言いますと、まあ、そのままなんですけれども、水に溶ける性質を持っているということなんですね。この納豆に入っているポリアミン酸という成分は水に溶けやすい性質を持っています。なのでこれ何が言いたいかと言いますと、例えばですね、その納豆、まあ大豆なんですけども、大豆をですね、ずっと水につけておいたりとか、水で、お湯でですね、たくさん煮たりとかすると、この水溶性であるポリアミン酸はどん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 水の方に溶けていってしまうんですね。水溶性なので、まあ水に溶けて流れ出ていってしまうということがあります。なので、ちょっとその点を注意してもらいたいんですね。何かと言いますと、あの納豆って、まあ、いろんな種類あると思うんですけれども、中でもですね、この丸のままの大豆の形で入っているものではなくって、ひき割り納豆ってありますよね。あのひき割り納豆っていうのはすごく食べやすくて、お子さんとかも食べやすいし、まあ、あれが好きっていう方も多いと思うんですけれども、あのひき割り納豆にはですね、実はこの水溶性のポリアミン酸があんまり入ってない可能性があります。なので、まあ、なるべくですね、丸のままの大豆のものを選んでいただいた方がポリアミン酸に関しては、摂取できるんじゃないかなということなんですけれども、これなぜひき割り納豆にポリアミン酸が入ってない、と思われるかと言いますとですね、それひき割り納豆の作り方にちょっと、問題がありまして、まあ、問題っていうわけではないんですけれども、どうやって作られるかというと、ひき割り納豆ってまずこの大豆ってこう最初乾燥している状態すごく硬いですよね。硬くてこう丸い感じなんですが、それをまあ一晩とか水に浸しておいて、で少しこう水分含ませて柔らかくした状態からまあ煮るとか蒸すとかしていきます。で納豆の場合は大抵こう煮るのではなくて蒸すっていうことをして作っていく場合がほとんどです。で、まあ、丸のままの大豆に水分を含ませてそれを蒸していくっていうのであれば、まあ、そこまでですね、そのつけている水にこの水溶性のポリアミン酸が流れ出てしまったりとか、まあ、煮るぐつぐつこう水の中で煮ていくわけじゃなくて蒸すので、まあ、そこでポリアミン酸が流れ出てしまうってことは可能性としてはまあ少ないんですけれども、これがひき割り納豆になると、ひき割り納豆ってですね、この丸のままの硬いまだ乾燥した状態の大豆を先にですね、水に浸す前に先に割ってから水に浸すということをするんですね。なので水に浸す前にもうすでに割って粉々になっている状態だと、かなりそこに水が入っていきやすいですよね。しかも水がこうそこに吸収されていって、でポリアミン酸のような水溶性の成分っていうのは、まあ、どん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 その水の方に流れていってしまうということが、起こります。でもうそれで10時間とか割った状態でですね、割った状態で10時間とかつけて、かなり水分を吸ったそのバラバラになった、もう引き割りにされた大豆、それにはですね、まあ、ほぼほぼこのポリアミン酸っていう成分は残ってないんじゃないかなというふうに思うんですよね。水溶性なのでやっぱりその、つけている水の中に全部流れ出ちゃってるってことがまあ考えられますよね。そうするとその水からこう揚げたもう大豆にはあまりこれが残っていない状態で、まあ、そこから蒸していくということになりますので、まあ、当然全てが流れ出るということはないとは思うんですけれども、やはりこの丸のままの大豆の納豆とひき割り納豆と比べると、やはりこのポリアミン酸の量はだいぶ変わってくるんじゃないかなというふうに思います。なので、できればですね、
このポリアミン酸を、納豆を食べることによってですね、このポリアミン酸をたくさん摂取したいということであれば、引き割り納豆よりもこの丸のままの大豆の納豆を選んでいただいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、今回は納豆の栄養成分のうちのポリアミン酸についてお話をしていきました。はい、で、次回はですね、納豆キナーゼという成分についてお話ししていこうと思います。ということで、今回の動画は以上となります。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひですねチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとですね、動画のタイトル欄タップしていただきますと、いろいろ詳細を見ることができますので、そちらもですねぜひチェックしてみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。